はじめましての方もこんばんは。プラモの置き場所を悩みすぎて眠れない男、ゆちです。このチャンネルでは美少女プラモ、ガンプラを中心に改造や全塗装を行っていきます。拙い点もあると思いますが、高評価、チャンネル登録していただけるととても励みになります。言い忘れていましたが、この動画は後編にあたります。前編は概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。前置きはこんな感じ。それでは今日作るプラモ見ていきましょうか。今日作るのはこいつだ。 RX78GP03 デンドロビウム。このデンドロビウム550分の1だから小さいっていうわけではないらしいです。どれほどの大きさなものなのか見せてもらおうではないか。デンドロビウム、早速パーツをカットしていきます。切り離すとこんな感じ。コンテナもうちょっとパーツ分割されてるのかと思ったら、これで一塊だったんですね。男の料理って感じがします。それではここからある程度組み上げていきましょう。組み上げるとこんな感じ。パーツを組み合わせていくたびにでかくなっていく。それではさらにここから一気に組み上げていきますよ。550分の1だからってなめちゃいかん。すごいでかいですよこいつ。ウイングガンダムゼロカスタムバウンドドッグといい勝負してます。それでは今日は改造しますので、ちょっと可動チェックしていきます。まずはアームから見ていきましょう。アームは根元がボールになっており、360度回すことができます。アームの先端はビームサーベルが握れるように展開することができます。次にアイフィールド発生装置、こいつは固定なので動きません。そして反対側の大型ビーム砲、こいつも固定なので動きやせん。と、クロアームのほか動く場所はなさそうですね。他付け替え式のパーツが何個か付属しております。可動チェックはこんな感じ。ガシガシ動かすっていうキットではないですが、細部までディティールが細かくとてもかっこいいです。それでは今日は前編で作ったステイメンガールとドッキングしていこうと思います。では行こう。まずは追加で使うジョイントパーツの紹介。コトブギアの MSG メカフライ01と05をメインに使っていきます。その他にも使っていますが、メインはこの2つです。まずはこの一塊になっているブースターをどうにかしたいと思うので、半分に切ります。切っている最中はもうやり直しは効かない、後戻りはできない、そんな気持ちでした。でも僕は自分の中の可能性を信じている。真っ二つに割ったらいいところにダーボ穴があったので、そこにパテ埋めして、再度ちょうどいい穴の大きさに調整してあげます。そしたらそこにいらないランナーカスを入れてジョイントの軸を作ります。ブースターの方の下ごしらえはこれで OK。 次に関節を作ります。前回スナイプモードで使わなかった腰のパーツを使い、組み合わせた関節とブースターをドッキング。中間に挟んだ関節のおかげで結構可動域は広く確保しました。次にコンテナを見ていきます。ちなみにこいつはコンテナの根元をくっつけるジョイントパーツ。さて問題のコンテナ、もともとある固定軸はいらないので切っちゃいます。そしてヤスリで表面をならしたら、そこにジョイントできるように穴を開けます。こんな感じにパーツを埋め込み、接着剤で固定しました。そして僕はここでバカなことに気づいた。中にプラ板を仕込んで穴を開ければ同じ効果が得られたんではないだろうかっていうことなので、今回は中にプラ板を仕込んで穴を開けてます。コンテナを支えるためのアームはこんな感じ。これをサイドにくっつけて、先ほどのサイコロ型のやつにくっつけます。武器用のアームはこんな感じに仕込みました。ただ最後の方で少しだけ関節組み替えました。次にステイメンガールで使っていたバックパックに少し穴を開けてビームライフルを装備できるようにしました。ブースターはコンパクトに一つにまとめました。もうどこを改造しているのかわけがわからなくなってきていると思うので、一度全体像を写してみました。まだ説明していないパーツの部分などがあるので、説明する際はそこをアップにしてからここをやりますよって宣言して改造に移っていこうと思います。では続きいこうか。まずは黒アームからの改造です。こんな感じのジョイントパーツがあったので、これにコアファイターをドッキングさせ
サイドのジョイント穴にクローアームをドッキングしていきます。まずはジョイントを仕込めるようにクローアームに加工していきます。ちょうどいいところにマイナスモールドがあったので、それを目印に穴を開けていきます。開けた場所にはジョイントパーツを仕込んでいきます。次に装甲がついていないクロー本体の部分があるので、1ミリのプラ板を接着剤でくっつけて装甲を付け足していきます。付け足したらあとはニッパーやヤスリで形を整えてあげるだけです。整えたらこんな感じ。個人的にはうまくいったと思う。次にバズーカとビームライフルの武器ラック。こいつは本来デンドロビウムで使うステイメンが入るコックピット。買ってきたジョイントパーツにいい感じのやつがあったので、こいつを後ろの軸に引っ掛けます。引っ掛けるとこんな感じ。ここまで来たらあとは装備するだけ。横のジョイント軸に入るような穴を調整したジョイントパーツを使用し、その後武器を取り付けていきます。バズーカはそのままは使えなかったので、ジョイントの穴を1個取り付けました。次はブースターの改造を見ていきましょう。コトブキ屋でいいプロペラントタンク売ってたんで買ってきちゃいました。この丸いやつ使います。切り離すとこんな感じ。でかいですね。どれくらいでかいか比較するとこんな感じ。ステイメンのやつの2倍はあります。先ほど真っ二つに割ったブースター、このままだと中が丸見えなので、ヤスリで表面を整えて、その上から1ミリのプラ板で蓋をしていきます。その後ニッパーで形を整え、パテでデコボコしているところを少し埋めてあげながらヤスリで削ってあげます。使っているのはプロクソンのペンサンダーです。ブースターに取り付けるはずだったアームは、可動アームは別部分で使ってしまったので固定アームをここには付けます。ですがそのまま付けると間がちょっと気になってしまうので、そこを段落ちモールドにします。使うサイズは 0.5 ミリです。最後にコンテナ周りと武装を見ていきます。コンテナの根元のサイコロジョイント、このままだとステイメンガールにフィットしないので少し丸みを帯びさせます。削ると中が見えてきてしまうので、そこはパテで埋めて補強していきます。埋めたら再びヤスリがけ。ヤスリがけ多いですね。さて次はコンテナ本体をいじりますよ。モールドを追加しようと思います。ガイドテープを端っこに貼っていき、ファンテック 0.2 ミリで筋彫りしていきます。裏面には1ミリのプラ板を貼り付け、モールドを追加していきます。貼り付けたらヤスリがけしていきます。両面テープでスポンジヤスリ600番を貼り付けて、ペンサンダーでヤスってます。次に大型ビーム砲の持ち手を作っていきます。このままだとちょっと持ちづらいので、新しい持ち手が必要だと思いました。ウェポンユニット23のこの持ち手がここに来ればベスト。当然まあこのままだとつけられないので改造いたします。まずは側面にいいところがあったんで、ここを四角い溝にします。次に適当な四角いジョイント穴をセット、接着剤で固定していきます。ジョイント口にランナーの余りカスをはめ込み、ちょうどいい長さで切ってあげれば完成。次にビーム砲の合わせ目処理です。溶剤を間に流し込み、両サイドから強く押し付け乾燥させたら、筋彫り道のマジックテープヤスリ800番で削っていきます。合わせ目処理だけとかって思ってるんですが、このビーム砲でかいから処理が時間かかる。程よく削れたら最後は仕上げ、筋彫り道から発売されているマジックテープヤスリ1000番で仕上げていきます。とりあえずこれで下処理は終了。一度全体像を見てみましょう。コンテナのサイコロジョイントはブースターと一緒にドッキング、クローアームは太もものジョイント穴を利用してそのままドッキングしました。これで大体全てのパーツがドッキングすることができました。いかがでしょうか。僕の感想はでかいごついブラシアップが大変だったです。だがこれで終わりではない。まずチリを一回洗い流します。その後よく乾燥させたら塗装いきますよ。まずはガイアノーツのサーフェイサーエボ、こいつで武器や装甲を灰色に染め上げていきますよ。そういえば皆さんはデンドロビウムどこで知りましたか。僕は PS2 で発売された巡り合い宇宙で知りました。その中でのデンドロビウム、
やつ SP 攻撃がモビルアーマー一撃で倒せそうな一発を持ってるんですよね。チートかと思いました。次にコールドホワイトで白く染め上げていきます。そういえば冒頭でお話ししましたが、棚どうにかしないといけないんですよね。僕お掃除で棚を作っているシーンはあるんですが、それはあくまでも掃除をするための棚、プラモを置くための棚ではないんです。でももう限界なんす。そろそろプラモを置く棚を作ろうかなとちょっと検討しております。そう、こんな話をするってことは動画に作ってあげるかもしれないです。お楽しみに。次にピュアブラックコールドホワイトを調色し、灰色を作って塗っていきます。次にローズブライトレッドピュアホワイトを使ってビームサーベルのピンク色を調色します。さらにピュアホワイトを少し追加して中心の方は少し明るくしております。さらにルビーレッドをビームサーベルに塗って色鮮やかにします。関節やブースター部分にはサーフェイサーガンメタ、次にスターブライトシルバーを使ってブースターを一度シルバーに塗り上げます。シルバーに塗り上げたブースターはクリアブルーを吹きかけていきます。次にスターブライトアイアンピュアブラックを1対1に混ぜたものを関節やブースターの外側を塗っていきます。次にミスターカラー GX メタルブラックを使ってコンテナ内の武器ラックを塗り分けていきます。ここからは筆塗りで部分塗装クロームシルバーを使ってコンテナ内のマイナスモールドを塗っていきます。はみ出すと拭き取るのが面倒くさそうなので慎重に塗っていきます。次にライトグリーンを使ってアイフィールドのカメラ部分を塗っていきます。次にタミヤの墨入れブラックを使って全体的に墨入れをしていきます。はみ出した部分はエナメル溶剤を使って拭き取っていきましょう。そして自作デカール、作ってる人はいつもの人です。水に弱いインクジェットで出力しているので、まずトップコートを拭きます。その後よく乾燥させたら、他のデカールと同様水に浸らせて装甲に貼り付けていきます。この他のデカールは市販で売っているものを使用しております。最後にトップコート、ミスタースーパークリアツヤ消しを使ってトップコートを拭いていきます。これで全ての作業は終了。あとはこれを乾燥させ組み上げれば完成。
いかがだったでしょうか。 RX78 デンドロガール。そういえばこの動画を作成するきっかけはプラバンさんの影響です。プラバンさんほどではないですが、個人的にはかっこよくまとまった気がしたのでだいぶ満足だ。去年からずっと煮詰めていたので、それが終わったっていうほっとした気持ちもあります。あと2体去年からお手つきして進めていないプラモがあるんですが、そいつらもそのうち完成させたらいいなって思っております。さて今日の動画は以上。今回のミキシングいいねと思った方はチャンネル登録高評価お願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またな。